海外の反応久保建英、バスクダービーで1ゴールチームの勝利に貢献。現地30日、久保建英所属レアルソシエダはホームでアスレティックビルバオとのバスクダービーが行われた。試合はレアルソシエダが3対0で勝利。久保建英はこの試合でリーグ戦5ゴール目を決め勝利に貢献。そんな大活躍中の久保に対する海外の反応はこちら。日本のメッシだ。どれだけ優秀なんだこの選手は。タケが今シーズンを調理している。ベリンガムとレビだけが久保よりゴールを取っている。タケ久保はジョアン・フェリックスが夢見る理想像だ。久保、チェルシーに来ないか。久保を早くレアルに呼び戻せ。タケ久保はリーグ戦で5ゴールを記録している。しかし、忘れてはいけないのは、リーグ最高の U23 は彼ではなく、なんと0ゴールを記録したラミネ・ヤマルだということだ。矢印もしラミネ・ヤマルがマドリードでプレイしていたら、誰も彼のことを知らないだろう。マドリードが2024年に3000万通貨を支払い、彼を連れ戻してくれることを願っている。彼は間違いなくレアル・ソシエダで最高の選手であり、絶対的に偉大な選手だ。